こんにちは、しんじです。今回はカメラ機材系のものをですね、紹介していこうと思っているんですけれども、今回ですね、紹介するのはこの コプルでいいのかな、コプルコプルの、これは2チャンネルミニミキサーっていうね、一眼の、カメラの上に取り付けて、2つの音声をミックスするよっていうやつです。ロアチ君がロアチ君がすごいロアチ君が痛いということで、まず開けてね、行きましょう。なんで買ったかっていうとですね、痛いこれね、痛いんですよ。ロアチ君には退場していただきましょう。ロアチ君に退場いただく。退場しないこれいいですよね。これワイヤレスだからね、退場しないとか、そういう僕の声もロアチ君を映したままあれなんですよ取れる。退場しない、ロアチ君退場しない。はい、ということでね、ロアチ君に知ってまいりましたが、そう、なんでこんなものを買ったかっていうのをですね、説明しますと、これ先日紹介したワイヤレスマイク、今も使ってるんですけど、これもう1セット買いまして、なんで買ったかっていうと、人の声を取るときって、マイクをね、これ実はあるんですけど、買っちゃったんですけど、これもね、安いやつ買っちゃったんですけど、こういうね、なんていうんですか、いわゆるガンマイク的な、これ安いやつなんで別にそこまでね、いいやつではないとは思うんですけど、人の声をこうやって、僕のレビュー動画の声とかって、こういうタイプのガンマイクみたいので収録すると、やっぱりね、どうしてもその人が立ってる位置によって声のバランスというか大きさというか、ちゃんと取れないので、やっぱりこうピンマイクがね、絶対いいんですよ。 100% 間違いなくいいですけど、このね、マイク、このボヤのね、ボヤのマイクは2台までしか使えないんですよ。2台までしか使えないですけど、それをじゃあ僕と、例えば脇坂さんで、この間グラボの追加でチャンネル10で上がってますけど、その時もこれ使ったんですけど、それ2人までならね、できるんですよ。でもじゃあ例えば、あとケイマーさんが増えました、でもう1人誰か増えましたって言ったら、最大4人を想定してるやつなんですけど、やっぱね、もうそうなるとガンマイクになっちゃうんですよ。そうすると、そのみんなの声の大きさが違かったりとか、僕はね、ビデオの時は割と声を張るようにはしてるんですけど、そうじゃない人もいる。そういう時にやっぱりいいのはこういうね、ピンマイクなので、そのピンマイクを4人まで使えるようにするために、こいつですよ、コプル、こいつです。こいつをね、ちょっと今これ映してるんであれなんですけど、これがカメラだと思っていただいて、カメラの上にね、このアクセサリーシューがあるじゃないですか。ストロボとかつけるところですね、ストロボとかつけるところにつけて、こうやってつけて、でこう固定して、でですよ、これこれ今カメラの、ね、上にもね、この今使ってるピンマイクを受信してくれるものがあるんですけど、結局2つになったわけですよ。でそうすると、カメラの上、今アクセサリーシュー使っちゃってるんで、これをじゃどうしようってなった時に困るわけですよ。でこのワイヤレスで受信してるやつ、音を受信してるやつを、このね、カメラ、コプル、ここにつけれるわけですよ、こうやってね。そうするとですよ、これ今カメラの上についてますけど、それをここにつけるとね、そうすると2個になるわけですよ。じゃあ音声って1系統しかないじゃんって。今はそのピンマイク、2台で使うピンマイクを受信するためのやつがカメラの上に1台ついてるわけですよ。でそこからカメラに音声が入ってるわけですよ。でじゃあもう1台増やしたいけど、どうしたらいいのってじゃあ分岐すればいいじゃんとか思うんですけど、それをやると多分ね、音が落ちるんですよね。音の大きさが落ちちゃうんで、それをですね、解決するのがこいつですよ。これがレフとライトっていうのがあるんですよ。だからこれとこっちにもくっつけて、その出力をここにレフトライフトに入れる。でそのアウトをこっからカメラに入れてあげる。でこれのいいところは、2チャンネルミキサーっていうだけあって、このボリュームをね、いじれるんですよ。真ん中についてるのがモノラルとステレオに分けれるんですよ。だからこっち、そのステレオにしとくと、左
側にいる人、右側にいる人っていう風にちゃんと位置を通路で入力できる。でも基本的に僕としてはモノラルでいいので、やっぱ声はその左にいる人と右にいる人っていうのをやるのってまあなかなかないかなと思うんですよね。テレビとかもそうだと思うんですけど、基本的にやっぱり左右から声は出て、位置をねやっぱ出したい時っていうのはやっぱ映画とか、映画を見てて右にいる人が右から聞こえる、左にいる人が左から聞こえるっていうのはやっぱり臨場感とかを出すために重要だと思うんですけど、僕はね基本的にモノラルでいいんじゃないかなと思ってるので、まあちょっとこれいろいろやりながらなんですけど、効率で解決するんですよ。でこいつをですねとりあえず今つけようかと思います。ここからあれですね、今ピンマイクで喋ってるものを抜くので多分内蔵カメラになります。レフトサイドチャンネルをマックスにして僕が今これ喋ってる一つ、あでも結構でかくなったな、なんかこれどうだろう、さっきの開封でこれちょっと開けましたみたいな感じでやってた時と声はどんな、あでも結構今見るとピークに触れてますね。これはねすげえ便利だと思います。こういうのも売ってると思うんですよ、タスカムとかから。でもねこれ電源いらないですよね、この赤いやつコプル、これ電源いらないですよ。だから多分そこ返してるんで、そこで電池持ちとかはちょっと悪くなっちゃうかもしれないですけど、そもそもこの坊やのやつは6時間ぐらい使えるんで、まあ一収録やる分にはまた電池交換すればいいんで、ちょっと今の声をねどんぐらいになってるかっていうのを、まあ、ここまで話したんでちょっとパソコンに入れて聞いてどんな感じかっていうのをねちょっと感想を話していきたいと思います。はい、ということで今聞いてみたんですけど、これね最高かもしれないちゃんと声取れてる。ヘッドホンとかで聞いてないんであれですけど、パソコンのスピーカーで普通に聞いた感じ、まあ音量もまあ問題なく取れてるなって感じなんで、これはあれですね、実際にまあなかなかね4人って話すっていうのは、まあ、まあ近いうちにあるような気がするんですけど、4人、まあ3人かな、3人はね最低でもね近いうちにあると思ってて、そう考えるとこれね結構いいっすよ。だからこれも一眼とかで、まあ一眼をねこう外でこう持ち歩いてやるのは手ぶれとかが出てくるんでなかなかねやりたくないんですけど、でもこれ結構いいじゃないみたいな。だから外で収録するにしても手持ちじゃなくて三脚に置いて話すにしても、画角はちゃんとカメラで押さえといて、ガンマイクとかを使わずにその誰かが持って声をだけを収録とかしなくてもピンマイクでいけるんで、これはね結構いい。まあ4人がね同時に喋っても一緒ですよね。2人、脇坂さんとこの間ビデオじゃないグラフィックボードをやった時も2人で喋って、まあ同時にねベラ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 お互いが喋るってことないと思うんで、誰かが喋ってる時は1人なんで、これいいじゃないかな。これねあれなんですよ、海外アマゾンから買ったんですよ。国内だとね1万3000円ぐらいするんですけど、海外から買うと5000円ぐらい。なんとなくこの坊やとかのワイヤレスマイクがちょっと流行ってるっぽいんですよね。なんか YouTube 見てると、映像関係の人たちなんか結構いろんな人がレビューしてて、で2人まで使えるっていうのはいいんだけど、だから僕と K-Marさんと秋坂さんってなった時に2台じゃ足んないよね、じゃあこういうガンマイクだよねってなって、一応これもね使う予定があって買ったんですけど、なんか室内でこうやって話すっていう時は絶対これかなって思いますね。3人4人までだったら、ちょっと5人になっちゃうとコップルにもね3チャンネルも入んないんで、2チャンネルミキサーなんで、そう考えるとこれかなりいいですね。こういうガンマイクとかね、高いガンマイク買えばまあまあそれなりに収音もちゃんとしてるんでいいと思うんですけど、でもねやっぱりピンマイクに勝てるものってないと思うんですよね。その自分がこう4人いて4人がこう同じ位置でねこうやって大体話してくれてれば、カメラに向かって話してくれてればいいんですけど、そういうのをね気にしなくていい。まあピンマイクといえどもね、ここについてるだけなんで、人がこっちに向いてこう喋ると、まあ、マイクの拾いが悪くなるんですけど、それはでもそのカメラの上にガンマイク乗せても同じことなんで、でもできるだけ自分の近くにマイクが、自分用のピンマイクがあって横向いて話すとか、こうやって話すとかっていうのは、まあ、まあまあいいのかなと思います。今後はねこれちょっと使
い道がすごく出てくると思うんで、はい、ということで次の動画ではですね、この、マイクをコミカのね、これも電池がいらないマイクなんですけど、まあこれの使い道とかをねちょっとこう話しながら次の動画にしたいと思いますので、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。ということで、よろしければチャンネル登録や、動画の評価、高評価低評価どちらでも構いませんので、ぜひ評価の方をお願いいたします。ということで今回の動画はこの辺で。シンジでした。